今日首相官邸で岸田総理と面会した馳知事は、発災から100日を超え、いまだ厳しい現状と話し、能登半島地震の復旧・復興に向けた追加の財政支援などを岸田総理に要望しました。これに対し岸田総理は、ああいう事がありましたように、まだまだ厳しい状況が続いていると、この政府も承知をしていますが、ぜひ政府としても全面的に支援をしていきたいと思います。その上で、これまで累計2767億円の財政措置を行ってきた予備費の使用について、来週にも第4弾の使用を決定することを表明しました。また岸田総理は、被害状況や国の支援制度による対応状況などを踏まえた上で、復興基金の設置も検討を進めると話しました。午前10時半ごろの内灘町金沢医科大学屋上カメラからの映像です。画面左側にある海から霧が流れているのが分かります。一方、こちらは津幡町の栗方不動寺からの様子です。今日は午前中からご覧のように町並みがもやがかかったような状態になっています。気象台によりますと、日本海で発生した海の霧が風に流されて陸地に入り、県内は午前中を中心に空が霞みました。もやや霧は昼過ぎには解消されましたが、この後は黄砂で空が霞む可能性があります。今夜9時からの黄砂の予想です。今日午後には県内にも黄砂が観測され、明日にかけて影響がある見込みです。気象台では見通しの悪化による交通障害や衣服や車への付着に注意するよう呼びかけています。火事があったのは野々市市押野一丁目の住宅で、今日午後4時半過ぎ、住宅の1階から黒い煙が出ていると付近の住民から消防に通報がありました。火は住宅の1階から2階部分などを焼いて、午後5時40分ごろにおおむね鎮火しました。現場は住宅密集地で、およそ500メートル離れたところに立野小学校があります。付近の住民の話によりますと、火元とみられる家には50代の男性が1人で暮らしていたということですが、消防によりますと、この火事でのけが人は今のところ確認されていないということです。昨日行われた勧進大相撲、寺や神社の修繕などの寄付を募るための行事で、今回能登半島地震からの復興を支援しようと、62年ぶりに日本相撲協会が開催しました。会場には7000人もの相撲ファンが訪れ、力士たちとの交流を楽しんでいましたが、中でも行列を作っていたのが、先場所優勝争いを演じた津幡町出身の大野里です。いや、もう緊張して何も喋れなかったです。本名でサインをいただきました。はい、大学時代からファンなんですよ。世代を問わず人気を集めていました。そして、地震により被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。土俵には金沢出身で元大関出島の大鳴門親方と、七尾市出身で元関脇の栃の灘の竹縄親方をはじめ、輝や大野里、遠藤ら石川富山の力士が並びました。相撲の禁じ手を面白おかしく紹介するしょっきりなどが披露されましたが、中にはこんなファンサービスも。石川県七尾市出身、緊張した面持ちで土俵に上がった輝きが披露したのは、福山雅治さんの家族になろうよ。恥ずかしいのか、カメラには背を向けたままでしたが、まるでコンサート会場のようでした。
そしてお父さん地元力士たちが力強い相撲で観客を沸かせました。実際に能登の光景をやっぱ自分の目とやっぱテレビで見るのは全然違いましたし、衝撃を受けましたし、祖父が避難してますし、まだ避難所に生活してるってことで、やっぱり本当に本場所で勝って、勝つってことがやっぱり一番の元気を届けることだと思うんで、次5月場所に向けて頑張りたいなと思いますね。まあ、町とか、被災した場所自体はなかなか復興にも時間かかりますし、そんなに大きく変わってないとは聞いてますけど、今日も朝から来ていただいたお客さんに声をかけていただいて、はい、こうやって触れ合えてよかったです、はい、本場所とは違った表情でファンを楽しませた地元出身の力士たち。今回の肝心大相撲の入場料収入や募金は全額被災地に寄付されるということです。判決を受けたのは志賀町の前の町長小泉勝被告57歳です。判決などによりますと、小泉被告はおととしから去年にかけて町が発注する工事の入札に関して複数の業者から賄賂を受け取る代わりに最低制限価格を漏らし、不正に工事を落札させました。これまでの裁判で小泉被告は起訴内容を認め、懲役3年の求刑に対して執行猶予付きの判決を求めていました。そして今日開かれた判決公判、金沢地裁は私腹を肥やす犯行態様は悪質、入札の公正さや町民の信頼を大きく損ねたと指摘。一方、町長の職を辞し再犯の恐れが低いなどとして懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。判決が言い渡されると小さくうなずき、まっすぐ前を見つめた小泉被告。裁判の後、弁護士を通じて、これまで多くの方々にご迷惑をおかけし不快な思いをさせてしまった、本当に申し訳ございませんでしたとコメントを出しました。弁護士によりますと、判決内容に不服はないとして控訴はしない方針だということです。ボランティアに参加したのは今年度新たに採用された県職員およそ40人です。ボランティアを通じて被災地で何ができるかを考えてもらおうと、県では研修中の職員を派遣することにしました。まず向かったのは七尾市にある一人暮らしの高齢女性のお宅です。大きなタンスなど使えなくなった家財道具をトラックに積み込む作業を行いました。高齢の方が一人で住まわれていて運べないといったふうなニーズは現地に来て改めて知りました。どういうふうに県全体として復興を早くできるのかといったところで貢献していきたいなというふうに思っております。道路もすごい非常に悪くてですね、家屋だけではないんだなと、もっともっと、県民の方の声を、聞いて少しでも多くの方の力になれたらなというふうに思っています。職員によるボランティアは明日と今月25日にも行われ、合わせて125人がボランティア活動に当たるということです。輪島市の外浦を通る県道輪島浦上線では、元日の地震で道路の崩落や大規模な土砂災害が複数発生して、およそ9キロにわたって通行ができなくなっています。県によりますと、このうち輪島市上大沢町から赤崎町までの5キロの区間について、応急復旧が進み、今月26日から緊急車両と住民限定で通行が可能となります。いわゆる孤立集落のあった地域でありますので、被災者の皆さんに安心してですね、まずは自宅を見に帰ることのできる環境と、車両が通行できるようになってよかったとほっとしています。残りの区間についても県は復旧工事を進めていますが、一部で大規模な崩落があるため全面復旧の見通しは立っていないということです。能登半島地震の影響とみられています。
北陸電力の志賀原発1号機で原子炉下部の部品が脱落していたことが今日開かれた原子力規制委員会の会合で報告されました。脱落していたのは制御棒を動かすための装置に関連する金具で、今年3月の点検で判明したということです。1号機は停止中で燃料はすべて取り出していることから、北陸電力は安全に影響を及ぼす不具合ではないとしています。金沢を訪れた観光客にとって頼りになるのが観光案内所。駅や繁華街にありますが、実はこの案内所が外国人観光客の間で評判がいいようです。本当に親切で必要な情報をすぐに教えてくれたの。すごく段取りもいいしね。案内所の男性が完璧な英語で答えてくれたんだよ。予想もしてなくてびっくりしたよ。いいね、10点中9点だな。他の観光地と比べても評価の高い観光案内所、外国人に人気の秘密は何なんでしょうか。マティマさん、しっかり探ってきてね。綺麗すごく綺麗です。入り口の真上には前掛けの家紋をあしらった照明、壁には町屋の格子をモチーフにした装飾、そして花嫁のれんや九谷焼の百万さんなど工芸品も並びます。こりゃすごいやね、マティマさん。広くて綺麗なものがたくさん置いてありますので、なんか観光案内所よりはもうミュージアムですね。なんか金沢のいろいろな伝統的なものが見れるので。確かに観光案内所というよりは美術館。やってきた観光客もまずこの雰囲気に驚くようです。普通観光案内所って小さいブースだよね。そうそう、内装も新しいんだけど伝統的で、この床めちゃめちゃいいよ。そうね、私たちの家に欲しいわ。歓迎されてる気がするの。歓迎されてる気がする、確かにそうですね。そしてこれがまさにこの案内所が作られた理由でもあります。駅の案内所とかってやっぱりすごく人が多くて、やっぱり皆さん並んでたりっていうことが多いっていうふうに聞いてるので、ゆっくり観光の相談がもしかしたらできるのがこちらなのかなと思いますね。そういうこともできますし、なんかすごく落ち着く場所だと思いますね。なんかゆっくりその観光の計画を立てる、そうですね、立てることができるので、はい、窓側のスペースにはテーブルが置かれていて、ゆっくりと座ってガイドブックを見ることができます。花には金沢だけではなく、さまざまな言語で書かれた加賀や能登のパンフレットも置いてありますね。駅では交通手段を中心に迅速に、中央観光案内所ではゆったりと、そういうふうに住み分けがされているんですね。仕事の時はどのようなところを気をつけていらっしゃるんでしょうか。そうですね、基本的にはドアが開いた時点で顔を上げて、もうお客様は何を求めているかというのを目で探りまして、はい、もちろんこちらもしっかり見ている方であれば間違いなく聞きたいことがあるのでお声かけますし、シンプルにパンフレットとか地図だけ見たい方もいらっしゃるので、はい、そのようにお見受けする方には少し様子を見るように心がけてますね。いやー、そこまで考えていたんですか。これはワンダフル。そしてこの気遣いは思っている以上に外国人観光客にとってありがたいもののようです。向こうから来てくれたんだよ。そう、私たちが声をかけるんじゃなくて向こうから来てくれたの、ありがたかったわ。旅ってすごくストレスもかかるの、気持ちが楽になったわ。さあ、ではここでその考え抜かれた観光案内を実際に体験させてもらいましょう。ああ、ファティマさん、喋ってちゃ見過ごしちゃうよ。
今度はちょっと見過ぎじゃないかな。あ、観光客の方がやってきましたよ。ですがファティマさん、動かざること山のごとし。日本人でしたかね。あ、来ました、また来ましたよ。So right now we are here. Yes. That's the information center. Yes. So to go there, maybe you can take this road here. So on the right side, and then go straight. Yes. You'll find the samurai district, samurai house district. Yes. So yes. Yes. And the gold leaf district. Is that this so area? So you'll find many shops here around this. So next to Kanokuen Garden and Kanazawa Castle that sell the soft cream with the gold leaf as well. Yes. Awesome, awesome. Yes. Okay. Thank you. Okay. Thank you very much. Thank you. ファティマさん、やるね。あ、すごく詳しく教えていただいてありがとうございます。すごい喜んでいらっしゃったと思います。はい。少し5年ぐらい住んでて少し、はい。うまくできたご褒美ではないですが、折り紙で100万さんを作るファティマさん、これも実は面白いサービス。スマホで観光案内に関するアンケートに答えると、折り方の説明画面を見ることができます。私たちもこれの折り紙作るのも楽しいですし、ここまあ観光案内所にとっては私たちがそのアンケートに答えるので役に立つと思いますね、はい。観光客が増えてますます必要とされる観光案内所、これからも日本人外国人問わず細やかな心遣いが喜ばれる場所であってほしいですね。この念仏赤餅はかつていたずらを繰り返していた猿に念仏を唱えながらついた餅を与えたところ、二度と悪さをしなくなったという言い伝えにちなんでいます。今日は住職が念仏を唱える中、赤く色付けされた餅米が疲れました。疫病の厄除けになるという名物念仏赤餅は境内で販売されました。コロナに続いて各災害が、ございまして、災難続きの中で、前向きに、ね、一歩でも前進していけるような、そんなお餅になってくれると思います。またこの栗から不動寺周辺にはおよそ6000本の八重桜があり、現在麓付近では五分咲きで、週末には見頃を迎え、山頂付近は25日頃に満開を迎えるということです。八重桜祭りは今月の20日から29日まで開かれます。この基礎学力調査は明日行われる全国学力テストで実施されない教科を補おうと県が毎年独自で行っているものです。対象は県内すべての公立小中学校の小学4年生と6年生中学3年生合わせておよそ3万人です。教科は小学4年生が国語と算数、小学6年生と中学3年生は社会、理科、英語の3科目です。この調査の結果については7月中旬ごろをめどに各市町の教育委員会へ伝えられるということです。一方、地震の影響が続く輪島市は市内すべての小中学校13校で基礎学力調査と明日の全国学力テストへの参加を見送ったということです。